解剖なんてさせない、絶対に殺させはしない。まあこれ救出しに行くパターンのやつだよこれ。向かってるよ、向かってるよ。ジュリーに認めさせなくてはいけない。あ、いや、ジュリーに説得しに行くんか、これどっち。もっと考古を引き出すには、何か考古にゆかりのあるもの、ほとんどのものはすでに試した、試していないものがあるとすれば、それはなんだろう、車椅子か。いちごだ。赤くなったのか、もう食べられるぞ。そうだ、赤くなる前を食ったな、これにすれば。これが赤いイチゴだぞ、ちゃんと食べれるイチゴだぞ。うまいか。悪いが喜んでいる場合じゃない。あ、急いでここから出るぞ。救出作戦始まった。行くんだ。何も考えたくない、何も感じたくない。ほっといてくれ、邪魔しないでくれ。私たちはこれでいいのに、他には何もいらないのに。この二人の邪魔をするなと言いたかね。来た。ここが君の中を、君の中にいる君を呼び覚ます部屋だ。どうだ、何か感じるか。どうする。思いを歌に変えるな、お前。マクロスの登場人物か、お前は。何を感じたんだ、結局、お前は。ん？ただいま。おお。禁じられた二人は、隣同士に住みながら、厚い壁が。あたかも高校に読み聞かせるような感覚で。あの時と同じ構図、これ。あの時の階層と同じ位置やな、俺。ああ、ピュラモス。私の愛しい人。何よりアニマンがうっとりとして聞いてる。いるよ、ディスベ。大切な人。読んでる本もあの時と一緒やな。いつだって私は、あなたのそばに。私も、少しは上手になっただろう。さすがにもう飽きてしまったか。何回読んでも何回読んでも、ママこれ読んでほしいってだけ、言ってくる子供のごとく、この無邪気な顔。いいけど、多分そういうことなんだろうな今。そうして雲間に月が灯り、星々が音もなく瞬く頃、二人はめいめい壁を相手に見立て、お別れの口づけをするのでした。高校はずっと星が見たいと言っていた。地上には見渡す限りの星空が広がっていて、それはまるで夜に砂糖をまぶしたみたいで、心奪われるほどに美しいんだとか。見たことのないものを美しいと感じる想像力が私にはない。絵本に描かれた物語に心を寄せることもない。なんだろうこの BGM。 噛まれた。今なら少しわかるかもしれない。壁を隔てて離れ離れのピュラモスとディスベがお互いを求め合った理由が、まさに今がそういう状況なのか。唇を合わせて、唇を重ねて、境界線なんかなくしてしまうの。境界線なくしてるね今。言葉なんていらないって思わない？だって体温を通して全て伝わるわ。感情や思いや相手が思っていることさえも全部私の考えていること、わかる？言い当てれるのか。心を寄せるには痛みが伴う。一つになるには痛みが伴う。強く、強く生きていることを実感させられる。絵本に描かれたものではない。本物の星空はどれだけ美しいんだろうな。いつか見に行こう、一緒に。
一緒に。うわっ、これ連れていく、連れていく、連れていくのか外に。クロエ、しっかりしろ。この野郎よくも。ヤマト見つかった。あ、クロエ、僕がわかる。深呼吸して、ゆっくりと。あ、構えた跡がちゃんとついてる。これマキア、パイロットが1名、特殊個体に切り裂かれ重傷です。切り裂かれ、急いでください。そんなにダメージ食らってる。ふざけやがって、なんでこいつがこの部屋にいる。博士は何してんだ。全く感じできてねえじゃねえか。ヤマト、アニマから目を離さないで。わかってるよ、こいついよいよ本性を表しやがって。クロエを食おうとしていたのか。お互いがなんか触れ合って感じ合おうとしようったところに間に入ってしまった。やめろ、やめろ、に触るな。洗うクロエ。あ、どうなんだ。いや、起きたね。やばい。黒幕みたいなポーズやめろ。あらあおわ、お前いくら治癒能力に長けたデザイン度とはいえ、鋭い爪に裂かれた傷は深い。治ってるよ。特殊個体はどこにやった。お腹あたりやられたかな。アニマはラボに送還された。暴れないように今はより厳重な檻に入れられている。クロエ、アニマを監視部屋から連れ出したのは君だね。あの子の中にある考古らしさを助長させて、ジュリー博士を説得するため、解剖を回避するために彼女をこの部屋に連れ込んだ。コウコの思い出が残るサンルームに。違う、その通りだよ。認めよう。ああ、そうだ、その通りだよ。メテオラによるマキアパイロットへの加害、プロメテオス上層部はこれを重く見て、解剖を早急に進めるよう圧力を強めてきたらしい。逆効果だったか、クロエの思惑とは。君の軽率な行動は逆にアニマの解剖を早めてしまう結果になってしまった。私を責めているのか。どうかな、僕ならもっとうまくやるのにとは思ったけれど。肯定派じゃねえかお前。どいてくれ、ちょっと肯定派みたいなとこ行ってるやんお前。どこに行くんだい、なんて分かりきった質問だったね。アニマを解放しに行くんだろう。止めるのかお前。ダメだよ、今のクロエは精神衰弱と診断されていて、この部屋から出ることはできない。部屋の前にはアルゴスが飛んでいて、ステルスモードで君の行動を見張っている。無理に突破しようとすれば拘束されてしまうよ。奇跡的にラボへ到着できたとしても、今クロエの権限は停止されている。権限は停止されてる。中に入ることは望めないだろうね。そういうことか。お前という監視がついているわけだな。つまり私は軟禁されているということか。クロエ、君は自分がどれだけ危険な目にあったか分かっているのかい。心配はしてくれるよな、青坊は。青坊たちは僕たちが来なければ大怪我するところだったんだよ。このまま生き続けることに何の意味がある。生きる意味について問いかけて生きよる、クロエ。コウコを食ったメテオラを撃つ、そのためだけに生きてきたんだ。私はもうあいつを撃てない。コウコの敵討ちはできない。じゃあこれから何のために生きていけばいい。その答えは、これから生きて探していけよ。また昔のように、コウコに出会う前のように人形に戻って命令をこなすだけの存在になれというのか。少なくとも組織やこの社会はそれを望んでいるんだろうね。もう現実を突きつけないで、アオバ。もう無理だ、私たちは出会ってしまった。コウコは私に言葉を教えてしまった。喜びや痛みや
幸せの感じ方を教えてしまった。私に感情を与えてしまったんだ。知ってまったからにはもう後戻りはできないんだよ。私はもうあの頃には戻れないよ。意志は固いんだね。わかった。何をだよ。それじゃあ僕も一つ覚悟を決めなくてはいけないな。何をだよ。覚悟？何の話だ。以前マキアが故障したことがあったよね。そうなの？クロエの乗るアルトマキアの自由が効かなくなってメテオラに襲われてアニマに救われた。ああ、あの時か。故障の原因は僕だ。あ？僕が故意に壊したんだ。デイタ司令に命じられてね。デイタお前か。なんかデイタお前ちょくちょく裏で何かしようなお前。とかあの時誤解をやったわ。お前の差し金か。司令にどうして最近出てないなと思ってたら裏でこそこそやってたんですね。彼は独自に壮大な計画を持っている。そうだったわ。人とメテオラを融合させる。ちょっと待って、それは初耳だね。人とメテオラを融合させようとしてるの。お前遊戯王のモンスターじゃないんだから、そんな融合とか言うてさ簡単に合体させれるようなもんじゃないんだよお前。融合知らんけどさ。マキアを停止させクロエをメテオラに襲わせたのもその計画の一部だったんだろうと思う。え、じゃあ融合させられそうにやってたの私。けれどごめんね、僕は計画の詳細を教えてもらってはいないんだ。もうあの人一人でやろうとしてるね。僕は彼にとって駒の一つでしかないから。悲壮感漂うセリフだね。あの時僕はクロエが死の危機に瀕するとまでは考えていなかった。まさか脱出ポットまで停止してしまうとまでは。マジか。そこまで危険に追いやられてたんか。アニマが君を救出してくれなければ君は死んでいたかもしれない。僕のせいでね。随分とお前らしくないじゃないか。僕らしさとは優しくて穏やかで思いやりがあって、残念ながら友人としての僕は仮初めだよ。全部ね。それは知っている。お前は昔から本音を言わない。後ろを歩きながら戦闘をコントロールしてる、そんな印象。黒幕やないかお前。だからお前が裏で何かをしていたとしても驚かない。ちょっとぐらい驚いてあげなよ。けれどその裏工作は自分で決めてやったことじゃないんだろう。デイタ司令の立てた計画の一部、いくら相手が司令官とはいえ誰かにコントロールされて、よく知らされてもない計画の一端を担うなんてちっともクールじゃない。お前らしくない。クールじゃないか。嫌だな。さすがはクロエだ。人をよく見ている。僕はあの人には逆らえない。あの人は僕の憧れだったから。憧れ？憧れ？あ、同じセリフだ。うん。僕は幼い頃からずっとあの人のようになりたいと願っていたんだよ。そうなのか。あんなヤバいやつのようにはならない方がいいと思うな。何それ？ロストチャイルドって何やっけ？なんか前にもそんな話が出てきたような気がするけど、ちょっと聞いておきましょうよ。知っていることを話す。ロストチャイルド。都市に見捨てられた子供のことか。ああ。そう。グライアイを持たないから社会に参加できず、医療サービスさえ受けられない、大人になれない子供たち。彼は、デイタ司令は、ロストチャイルドの生まれだったそうだ。そんな感じなんじゃ。そんな過酷な環境で生まれながら、彼は研究者としてのし上がり、やがて、今のこの都市を作るまでに至った。今や、プロメテオスを滑る司令官だよ。スターモガイから一転して一流のスターになるようなもんなんじゃ。運命に抗い戦い続けた彼を僕は尊敬していた。なるほど。僕も彼と同じように研究を重ね都市の発展に尽力したいと考えていた。そういうことだったんじゃ。そういう意味での尊敬か。僕がプロメテウスに入ったのは少しでも彼に近づきたかったからなんだ。はあ。もしかしたら雲の上の存在だったあの人に認めてほしかったのかもしれない。
けれど彼は僕をスパイとして利用した。クロエを殺す道具として消費したんだ。何？なんだその色は。何これ。特別なアークだよ。わずかな時間であればジュリー博士の目さえごまかせる代物さ。何それ。を起動制御するためにデータ司令から一時的に託されたアーク、それをコピーしておいたんだ。は？いつかどこかで使えるんじゃないかって思ってね。まさかそれを。さあ、これでアルゴスは偽物をクロエと認識する。え？その間君は自由だ。この違法アクセスに誰かが気づくまではね。アーバー？停止されているクロエの権限も使えるようにしておこう。何のつもりだ。私の監禁はプロメテウスの決定なんだろう。そうだよ。こんなことをすればお前も組織にはいられなくなる。いいんだ、スパイ活動はもううんざりさ。データ司令はメテオラを美しいものとして捉えていた。それには僕も同感するけれど、彼はその美しさに惹かれながらメテオラと人とを融合させる研究のために非合法な人体実験を繰り返していたんだ。あいつやべえやつだなと思ってたらさらにやべえやつじゃねえか。おい、思ってる5倍以上はすやべえやつじゃねえか。お前鋼の錬金術師か。お前勘のいいガキは綺麗だよって言いそうやな。そろそろお前、子供たちを連れてきてはとても人には言えないような実験を今でも続けているんだよ。おお、わかりやすく端的に捉えている言葉ありがとう。人には言えないような実験ってな。その行為は傲慢で醜くて僕の心情に反する思ってしまったんだ。あの人のやっていることはさ、うん、ちっともクールじゃないってさ。クールかクールじゃないかで選ぶもなんかどうかなと思うんですけどね。さようなら、クロエ。ヤマト一人ではきっとこれからも襲撃してくるメテオラからこの町を守ることは難しいだろう。けれど僕はそれでもいいかなって思うんだ。あの人の作った町なんて壊れてしまえばいいってもうなんかすごいこと言ってるなお前。地上をメテオラに奪われた遥か昔に人類はきっと終わっていた。それなのに地中に潜ってしぶとくあがいて、まったくこの社会は息苦しいよね。地上を浮遊するあのメテオラはあんなにも美しいのにさ、こんな見せかけの地中で何もかもを我慢してまで生きなきゃいけないのはどうしてだろう。死んで自由になった方が美しいのにみたいな。僕にはコウコさんが羨ましく思えるんだあの人は最後に地上へ出てどれだけ美しい世界を見たんだろう。そういうことだな、コウコ。そういう感じで地上に出たな、お前。私にはまだわからない。美しいだとか醜いだとか、コウコもこの町で息苦しさを感じていたのだろうか。だから地上へ出たのだろうか。なんだろう、醜く生きるよりも美しく死にたいのか。いつか一緒に星を見ましょう、クロエ。絶対にありえないって言い切れないところがここらしいな。みんなの思惑が集まったところで物語はどこに向かっているのか。よかった、生きてるよな。まだ解剖はされてないらしい。どうした？どうした？私がわからないのか。お前、爪を切除されたのか。ジュリーの指示か。ひどいこと。なるほど、抜かれた拷問じゃないか。どうしたんだ、何を怯えている。私が怖いのか。違う、お前まさか自分で噛み砕いたのか。噛み砕いた。私を傷つけることを恐れて。そんなことを考える感情あったのか、お前に。
私たちは傷つけ合ってばかりだな。でもこの傷つけ合うことすらも温かく感じるな今は。もう大丈夫だ。大丈夫。これからはずっと私がそばにいてやるから。人が来る。早くここを出よう。脱走劇の始まりだ。おやおや。わあ。仲良く人目を忍んでどこへ行こうというの。やめろって一応見つかっちゃいかんやつに見つかっちゃうだ。シュウ。よりによって。クロエのくせにこの私に歯向かうなんて想定を超えるおバカさんっぷりじゃないかい。逃げた先に君たちの居場所なんてどこにもないよ。この管理され尽くした社会から逃げ切りたいなら死ぬのが一番手っ取り早いのさ。なんてね。めちゃくちゃ悪役みたいなこと言ってる上司。高校成分の抽出、データの画策、青葉の防変、いろいろ試してみたけれど結局はこうなるんだね。いろいろ試してみたけれどと、すべて手の中みたいな感じのこと言ってるやん。失敗しちゃったかな。失敗？何を言っている。まあいいさ、私はもう君たちへの興味を失った。好きに生きたまえ。ええな。ああそうそう、一つだけ。何？クロエ、私の言いつけ通りアニマの世話を頑張っていた君に褒美をあげよう。何？逃走用のジェット機？褒美？何を企んでいる。まあ聞きなさい。さっき私が言った通り、プロメテオスやこの社会を敵に回した君たちにもはや逃げ場はない。はいはい。けれど実は C 以外にも行ける世界ってのは無限に広がってるわけで。何が言いたい。青葉の小賢しい細工で君はアニマを連れ出せたんだろう。本当に小賢しいね。ここはこうしてダミーコートに書き換えつつと。はい、これなら完成アークが不在でも不自由なく動かせるはずだよ。おお上司、ご褒美だクロエ。君にアルトマキアをプレゼントしよう。マジで一人で動かせるってことか。ノアがおらんでも。あ、心配するな。私はデザインドだ。絶対に負けない。それよりも行きたいところはあるか。ユニバーサルスタジオジャパンとかそういうのは無理だからな。わからないよな。考えてみれば私たちは外に何があるのかさえ知ろうとしなかった。どこへ向かうかわからずにアニマと一緒にどこまでも行くぞ。火をつける。行ってみるセルクさ、二人でどこまでも。起動だ。ミカニリンク起動。来い。あれ？あ、来た来た。頭部接続開始。装着完了。これから二人の時間が始まる。クロエ、行きまーす。アークのサポートがないと動かしづらいな。どこへ行くんだろう。何？なんか来る？来たか。クロエ。青葉が反撃された。アレスマキナ。お前を逃がした罪でだ。自分が何やってるのか分かってんのか。立ちはだかるのはかつての親友。うわあ。来るなと
言ったはずだ。話はまだ終わってねえって言ったの。ロボット同士で戦うことが来るとは。人類の敵になりたいのか。先にこいつを排除しようとしたのはお前たちの方じゃないか。私たちを勝手に敵とみなしたのは。ネテオラなんだから敵だろうが。攻撃するつもりか。ミラージェネレーター起動。エラー。ノアがいないと使えんのじゃ。ノアおらんかったら。ノアのサポートあっての機能だったんじゃあれ。これはまずいぞ。戦えるのかこれ。どうやって。何。え？実操縦を覚えた？お前。お前は俺たちの俺の敵ってことでいいんだな。お供を裏切ってでもあの頃には戻れないのか？高子がいないから。でも俺は楽しかった。お前は。クロエは楽しくなかったのか。それは二人のお気持ちがぶつかり合うな。何でも泣き食べて時々街に繰り出してノアの歌を聴いて何でもない日だって楽しかったんだよ俺は。くっそー。うわー。イエーアニマ大丈夫。俺たちはどうすりゃよかったんだ。お前の連れてるそいつはメテオラだ。コウコを食ったメテオラなんだ。なのにどうしてこいつはメテオラなんだぞ。ヤマドの魂の叫びが聞こえてくる。傷つけたメテオラだ。ミラージェネレーター起動。起動？俺がやるんだこれ。ドンキにスキャンとかやるようだ。どうしようかな。ちゃうな。これはスキャンのやつじゃないけど、ミラージェネレーター。逃げるんだここから。そんなんで俺は諦めないぞ。何度でもやってやる。苦戦してるみたいだね。あれ上司。ナチュラルごときになんてざまだ。ほらやっと。何。あーこれだ。レルキャノンだ。でも攻略サイトには撃たない方を選べという感じで載っていたので撃ちませんでいいんかな。撃つか撃たないかで分岐が変わるのも聞いたけどさ、聞いたっていうか攻略サイト載っとったけどさ、展開しなら話してすまんこれ。すまなそうですね。おそらく僕が撃つか撃たないかの決断。高校を送ったメテオラなんだ。メールキャノン合体。どうして高校を殺したやつをお前がかばうんだよ。高校ならここにいる。かつての仲間を撃てるのか。いいな。撃てない。うわあ！もう諦めろクロエ。メテオラとは逃げられない。ヤマト。うわあ！システムダウンだと？ごめんな。一緒に逃げられなかった。暗くなっていく。この終わりか。ダメだったのか。
もう一度選べるのか、新しい選択肢掴み取れるか。夢の中、夢の中。